なんか建物とかがもう全然なくて、なんか唯一今見つけたのがこれですね。なんかゴミが掘られてるのか、なんかここの人のものだったのかってわからないですね。ちなみになんか入ってないですかね。うわ、なんか入ってましたね。なんですかこれ。あ、よかったです。なんか殻ですね。下は殻ですね。なんか人の死体とか書いてたら嫌ですよ。この辺で釣りをしてみようと思います。ちょっと下に降りれそうなんで降りてみます。魚がいるのかどうかちょっとわからないんですけど、起きた、おい、できた、いましたね。出ました出ました。一頭目で出た。起きた、釣った。何か釣れましたよ。何が釣れたんですかね。あー、小さい可愛いアマゴが釣れました。ちょっと下へ降りて逃がしますね。すごいすごい、釣れるぞ。ちょっと下から行こう。あ、なんかやっぱりこういうコンクリートみたいなのありますね。すごく小さな川なのでルアーを投げるのがちょっと難しいですけど、とりあえずさっきちっちゃいの一匹釣りました。うわ、楽しい。これは楽しいな。よし、よっ、おっ、危機やな。あ、あそこ降りそう。あそこに投げます。基本的にすごく浅いですね。起きた、おお、出たね。まあ出ましたけど針にかからなかったですね。難しいっす。合わせるタイミングがないですね。うわ、そこは降りそうですね。出るでしょう。これは出ると思いますよ。来た、釣った、釣れました。一頭で釣ったよ。お、いっぱい釣ってきた。何匹も釣ってきた。よっしゃ。あれ、君は違う。これは違う人でした。お、石垣とかある。やっぱりこの辺にも人が住んでたんかな。でも家の跡とかないな。ふう、しょ、どうやって降りるんやろうな。まあ、降りてみるか。下から行けと行けはせんしな。ちょっと怖いけど。お、怖え。やばいな、やばい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 。足元が崩れました。もう大丈夫でしょうかね。やめよ、怖っ。
足元崩れた。川を渡ろうか。この岩の隙間から狙ってみます。多分こんなとこまでもう遡上できないと思うんで、天然山子かなと思います。おお、釣れた釣れた釣れた、よし釣りました。やっと釣れましたね。このぐらいですね。なんかでも卵を持ってるのかな。ちょっと逃がしてあげたいと思います。もうちょっと大きくなったらお願いします。釣れた。ちょっと僕のおかずにするにも小さかったので逃がしました。自分の目線と同じ高さで川があるので、なんかすごい面白いですね。こんな石垣は多分全部なんかこの集落の跡なんでしょうね。かつてあった村の名残と言います。あ、落ちました。よっ、よいしょ。いや、危ない。はあれ、次はね、自分の目線よりも高いところ、あそこに投げます。自分の目線より高いです。お、釣れるかな。バイ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 。釣れるな、これ。うわ、めっちゃ良かった。また自分の目線より上、見えるかな。これで釣れたら、めっちゃ暑いけどな。そう甘くはないか。うわ、これは釣れそう。来い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 。見えてないけど。うん、あ、釣れた。なんか釣れたぞ。おっしゃ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 し。釣れました。やっと釣れた。うわ、これも全部お腹がパンパンですね。釣れた。お腹パンパンです。卵なのか餌なのかちょっとわからないですけど、お腹がパンパンです。小さいので逃がします。この自分の目線より高いところでなんか釣れたんで面白いです。追っかけてきてるんじゃないかなと思いながら、あれ、ルアーが切れた。よっ、なんでや。
買った。見つけた。すげえ風船。こんなん見つけれんで。今日持ってる。すげえ。岩の下にあったのがなんか輝いて見えた。あと一匹釣りたい気してきた。おっと、あと一匹釣らしてください。はあ。セーフ、全然セーフよっ。くし、やばい、下がない。ほっ、いけた。はあ。おー、来たのにな。あー、食いそうだった。追っかけては来るんやよな。よし、よし、よし。死ぬかと思いました。足元また崩れた。よし、ここで終わりにしたいと思います。お、魚跳ねた。なんか期待できますね。お、来た、つた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 。何でしょう。アマゴです。ここのアマゴは全て小型なんですけど、どれもこんなにお腹が膨らんでますね。産卵なのかな。釣れました。逃がしてあげたいと思います。さあ帰りましょう。あれ、上がれんし。あらららららら、まあ登りましょうか。ここよいしょ。なんかヘビでも出そうな。よっ。はあ、面白かった。わ、なんかおる。お腹を見せてください。こんな感じでお腹赤いです。なんか裏返されるのをなんか異様にこの人嫌がりますね。こんなにしてたらおとなしいのに、こういう風にするとすごく嫌がりますね。ほら、絶対に嫌なんでしょうね。逃がしてあげます。ありがとう。ちょっと踏みつけないように気をつけながら行きたいと思います。おっと思ったら上引っ掛けた。